俺がジープに隠しといたんだ。これ私が塗ったんだ、着なよ。キャンキャン、何よ、みんなのことで心配でボツボツだったんだから。人の気も知らないでお遊び気分の悪ふざけなんかしないでよ。なんだあいつ怒ってやがる。ショックが強すぎたかな。違うわ、ミントは嬉しくて。それで自分で酔ってるみたい。愛し合うことも憎しみ合うことも無論泣くことなんて必要ないわ。テーブルの上奴らがいるのはまだ先か。戦いは命の証だ。死が限る。ミントったら随分はしゃいでたね。よほど嬉しかったのよ。どうした、スティック。いや、アイシャのことが気になるのか。イエロー、彼女のこと何か気づかないか。素直な子だ。それでいいじゃないか。今はそれ以上詮索するな。彼女はインビットに襲われて記憶喪失になった。俺はそう思っている。どう？フェスティバルの第二部が始まる気配はありそうかい？今のところ異常なしだ。久しぶりに騒いで少し疲れた。これ以上の余興はなしにしてほしいな。ほんと？他にもっと楽しいことがあるんだもんね。気になるな、そのみだらな目。え、お風呂？うん、今ちょうどいい湯加減だ。一緒に入ろうよ。どうしたの？あたい、こんなの初めてよ。え？こんな大勢にお誕生日お祝いしてもらったの初めてなんだもん。よかったね、ミント。うっしし、ワクワクするね。
かだよ。ケチケチしないでちょっとぐらい見せてくれたっていいじゃないかよ。減るもんじゃあるまいし。あなたの目で直接見られたらお肌が荒れちゃうわよ。ちっ、よく言うよ。ジム、ああ、例の作戦、いざという時慌てずに済むんだろうな。今夜ぐらいはみんなをゆっくり眠らせてやりたいと思ってるんだ。当てにしていると。ああ、使わないで済めばもっといいんだけどな。ねえねえ、アイシャ、あんた一緒に旅してる中で誰がカチョイいと思う？カチョイい？好きな人いる？みんな好きよ。ぬぬぬん、トロトロの人よ。恋してる人いるでしょ。白状しちゃえ。この恋してる人、スティックも同じこと私に聞いたわ。キャッキャッキャッキャンダル、アイシャはスティックに恋してるの？わからない、なくした記憶が何なのか。ん？私この頃思うの、本当は私あなたたちと一緒にいてはいけないのではないかしら。どうして？もしかしたら私、アイシャ、それ以上は深く考えない方がいいよ。私たちはほら同じ体だから、もうそんなこと考えない方がいいわ。風景しずしずね。え？男の子がいない時の方が女っぽい。ミントの色っぽさにはかなわないよ。キャーテレテレ、あー、あ、来た、インビットが来た。え？食後の腹ごなしになりそうだぞ。レイ、下手にモスピーダーを動かすなよ。分かってるって。どうしたの？HBT 反応。奴らはあそこだ。叩け！パーティーのフィナーレを飾るイベントだ。お気に召したら拍手を頼むぜ。何？何をやるん気なんよ。お代は見てのお帰りだ。ジム、ミント、こいつは俺からの贈り物だ。え？行くぜ。行くぞ。オッケー。